はい、ライフナビゲーターの桑田和子です。5分で構造心理学。この動画では構造心理学のエッセンスを少しずつお伝えしていきます。今回は心の声と価値基準です。前回の動画で4つのハートポイントというものについてお話をしました。少し復習をしていきたいと思います。すいません、こちらですね。4つのハートポイントということで、表面上から感情、心理、心の状態、心の声というふうになります。一番奥の方にあるのが心の声なんですね。感情というのは、外界からの刺激に対してこう反応する、すごく早く反応として出てくるもの、そして移り変わりやすいものです。で、心の声は一番奥の方にあって、ここに魂の叫びというふうに書いてありますけれども、人生上で、今このこうそのなんでしょうね、心の側があなたに向かって語りかけるみたいな感じですよね。人生において君はそれを本当にやっていていいのかとか、すごくいい感じだからそのまま突き進めとかね、なんかそういう、奥の方から湧き上がってくるものになります。で、価値基準というのは、この7つの資質というのがありまして、この7つの資質というのは、個性を、一人一人違う個性がありますけれども、じゃあどんな人っていう時にですね、一つ一つやっぱり細かく見ていかないとわからないということで、あなたは性格いいよねとか、優しいですよねとか、根性あるよねみたいな、そういうざっくりしたものではなくて、もっと個別化して見ていくためには、一つ一つ見ていきましょうということで、こういう強みとかね、コミュニケーションのスタイルとか、いろいろあるんですが、その一番中心になるのがこの価値基準というものです。価値基準はその人の中の基準として持っている、深いところにある基準として持っているもので、必ずしも一つではないんですが、いくつかあるんですけれども、そんなにすごくたくさん何百もあるわけではなくて、一桁ぐらい、多くの人は一つか二つをメインに使っているとか、採用しているという感じですね。で、このどんな時代に生まれても、性別が違っていても、そうですね、国が違っていても状況が違っていても、多分自分はこれを基準にしていろんな物事を選んだりとか、何かをやる時の、基準にしていくっていうものが価値基準になってきます。価値基準は自分の内側にあるものなんですね。ですから外側はあまり関係ないです。もともと自分の内側にあるものというふうになります。で、対して心の声の方がですね、その時のその方の状態とか在り方とか、それによって変わってきます。価値基準はもうずっと変わらずあるんですけれども、例えばそうですね、心の声っていうのはその時の状態というか、その人生上の今という時に心は何と言ってくるのかみたいなことになりますから、非常時とかですね、非常時になった時にはとにかく生きるっていうことがすごく大事になりますから、価値基準とは違うものも採用していこうよっていうのが心の声になってきます。そういう非常時じゃなくて、ある程度整っている状態であれば、価値基準に沿ってやっていくっていうふうになるんですけれども、この心の声というのは、価値基準は先ほど言ったように変わらないですね。変わらないものとして自分の内側にあります。で、心の声というのは、その価値基準に従わずに、全然違う他の基準に、外側の基準に沿って、周りに合わせたりとか会社に合わせたりとかしてやっていくと、どうも何か違和感を感じるとか、本当にここにずっといていいんだろうかとかっていうのを感じてくるみたいなね。で、お前今そこでそんなことしてる場合じゃないだろうみたいなことを、自分の内側が言ってくるっていうのが心の声になります。ですから、自分に合った場とか仕事とか、そういうものをやっていって、どんどん挑戦している状態であれば、心の声は
よしよし、いいぞ、その調子でいけみたいな感じでね、言ってくるかもしれないし、いや、まだまだいける、さらに次、これを目指していけばいいんじゃないかみたいなふうに言ってくるかもしれないです。ですから、心の声は、その時のその方の状態とか、人生上、今どういうところにあり、これからどういうふうに進んでいくかによって変わってくるものなんですね。価値基準と心の声というのはちょっと、紛らわしいんですけれども、価値基準はずっと自分の内側にあって変わらないもの、自分の基準としてあるものです。心の声はその人生上の今という時に、今後の人生を考えた時に、人生全体を見た時に、今までこうやってきました、そして現在こうなっています。じゃあ今後の人生を考えた時に、心の声はそのまま行けと言っているのか、いやそれじゃないだろうって言っているのかっていうふうに聞いてみるといいんじゃないかと思います。はい、今回は、心の声と価値基準でした。